する、そうする恐れがありますが、高いレベルの経済連携の推進にあたっても、我が国の食料自給率の向上や食の安全、国内農業、農村の再生と必ず両立させなければならないものと考えます。政府においては、先週、我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針、行動計画を策定されました。基本方針には、新規就農の増大や、6次産業化の推進、再生可能エネルギーの供給促進を図るなど、農林漁業の再生のために重要な方策が盛り込まれており、この具体化に向けた予算の確保等により、骨に沿って食と農林漁業の再生を早急に進めていくことが不可欠であります。必要な予算をしっかり確保することを含め、食と農林漁業の再生に取り組む野田総理の基本姿勢について明確な答弁を求めます。本年に入り、アラブの春と呼ばれる民主化の動きがチュニジアやエジプトなどで起こり、そして先日、リビアの解放が宣言されるに至りました。経済面では、グローバリゼーションが後戻りできないほどに進む一方、欧州初の金融危機が全世界に影響を与えています。国際社会の激動に直面しながら、総理は日本外交の舵取り役として、世界にどのようなメッセージを発信し、処方箋を提示されるおつもりなのでしょうか。また、我が国が戦略的互恵関係の構築に努力している中国や、総理が今月訪問された隣国である韓国との関係、拉致事件の解決や核・ミサイル問題を抱える北朝鮮への対応など、基本的な考え方を国民の皆様に分かりやすくお示しをください。同時に、普天間飛行場の移設問題についてお尋ねいたします。沖縄県の中山知事からは、広大な米軍基地の整理、縮小、事件事故の防止、環境汚染、騒音の大幅な軽減、地位協定の改定、環境影響評価者などについて強い要望がなされたと伺っております。いずれも重要な指摘だと考えますが、政府にはどのように対処するおつもりでありましょうか。長期間にわたって、沖縄県民が重い負担を、沖縄県民に重い負担をお願いしてきたことについて、全国民が理解をし、沖縄の負担を全国民で担うという気持ちを再度認識をしながら、様々な課題を乗り越えていく必要があると考えますが、改めて普天間基地移設問題の解決に向けた決意と今後の取り組みについてお尋ねいたします。野田総理は所信表明演説の結びに、仙台市に住まわれる若き詩人大越桂さんの詩を引用され、希望の種をまき、そして被災地に生まれる小さな希望の芽をみんなで大きく育て、やがてその芽は希望の花となり、すべての国民を勇気づけてくれるはずだと述べられました。私たち国会議員も使命感を持って様々な希望の種をまいてまいります。どうか総理におかれましては、尊敬されていると伺っている西郷南州校の名もいらず、命もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るものなり、この始末に困る人ならでは、患難を共にして国家の大業はなし得られぬなり、の言葉のごとく、国家国民のために希望の花を開花させるべき、ご主人もご自身も、所信表明で使われた言葉、誠心誠意、命の限りを尽くして取り組んでいかれることを心から期待をし、民主党を代表しての質問といたします。ありがとうございました。